そういえばさ、会社でちょっといいお酒もらっちゃったんだよね。飲むの？ああねえねえ、いいや、私は。え、嘘、なんで？いや、ちょっと。え、具合悪い？いや。赤ちゃんできたの。え？え？え？彼氏いたっけ？いや。ドナーの人。ドナーの人。精子ドナーのマッチングサイトがあって、それで、うん、あ、やっぱ結婚考えなかったんだ。うん、そっか、おめでとう。よかったね。ありがとう。でもなんか私が言うことがすごいしょぼくなっちゃったな。何？彼氏と一緒に副業で絵とかの販売サイト始めようと思ってて、うん、沙織、そこで自分のイラスト売ってみない？マジで？うん、嬉しい。え、いいの？本当に？ありがとう。イエーイ、やったここもうちょい文字大きい方が良くない？うん、そっか。決済ページできたよ。見して。時間かかりすぎじゃん。あれ、おかしいな。てかパスタ、大丈夫？やば。年末こっち戻ってこれるんだよね。うん。そしたら一緒に住む？ずっと言おうと思ってたんだけど、俺、親から暴力受けてたって言ったじゃん。親の血を引いてるのが嫌で、自分もその血を引いた子を作る力があるのが嫌で、それで27の時手術して子供ができないようにしたんだよね。でも最近もう一回手術して元通りにしてもらったんだけど、完全に成功したわけじゃないみたいで、できなくはないんだけどできにくいみたいで、いろいろ治療とかも大変そうだし、もし別れたいならそうしてほしい。ヒデトと出会ったのは3年前だった。曖昧な期間が続いて1年前にちゃんと付き合い始めた。半年前、彼は仕事で名古屋赴任になってしまった。ヒデトの赴任に関する告白の後、授かったら結婚しようと約束した。妊娠しやすい時に仕事を早く切り上げて、私が名古屋に行ったり彼がこっちに来たりする生活が始まった。いらっしゃい。うん、疲れ。大丈夫。疲れた。シャワー借りていい？うん。ありがとう。夏になっても私は妊娠しなかった。いつしか私たちは平日も行き来するようになった。それでも秀人と一緒に過ごすたびに彼を捨ててはならないし、そ
そんなことしたくないという思いは強くなった。じゃあ。おー、ありがとう。でさ、ん？お腹触ってもいい？おお、いいよ。おお。すごいね。ね、なんかさ、ん、何回くらいで成功したの？何が？そのドナー提供みたいな。2回かな。2回。ごめん、あのサイトまだできてないや。ダメだった。ごめん。あのさ、申し訳ないし、俺やっぱ、でもあんちゃんにこれ以上迷惑かけたくないし。迷惑とかかかってないよ。じゃあおやすみ。次は私がそっち行くね。うん、おやすみ。田中さんですか？はい、やり取りさせてもらってる村田です。じゃあ中の料金お願いします。カフェはそこ曲がったとこです。多分お手洗いはしてもらえるかと。わかりました。お待たせしました。こちらになります。ありがとうございます。それじゃあ、失礼します。